なりますね。かわいそう。ひどいよ。え、これ船長もしかして罰ゲームのやつこれ。終わる？終わる？え、だってもう10、もう1時間経ってるよ。そうですね、ちょうどいい、時間ですね。完璧な。ココさんは分はあるからね。これ、え、じゃあ罰ゲーム。ちょっと。100点の女って言ったらなんかすごいいい女みたいだね。あれみんなどうしたの？船長さ、罰ゲームさ、自分でささっきさ、提案してたじゃん。そうそう、言ってましたね。配信外だったよね、多分。はい、うん、そう、配信外で言ってたんだよ。配信外でちょっと言ってたよね、船長、うん、でもそれはさ、それ一人でやりなよ。一人でやってくださいよ。うん、やろうよ、一緒に。じゃあ発表してください。はい、どうぞどうぞ。あの、さっきね、みんなに提案したんですよ。船長今考えてる企画があって、うんうん、あのですね、あのなんだっけ、あ、そうだ、脱衣麻雀っていうのを考えていて、でも我々脱ぐことはできないので、そこで考えたんですが、船長があのそのまんまや、脱げていく、あの服が脱げていく、差分を用意しておくので、負けるたびに脱いでいきましょうよみたいな話をして、これね、ココさんとかは誘えば来てくれるけど、アクタンとか、ね、シオンタンとかは罰ゲームになるんじゃないかみたいな思って。なんで私は確定で罰ゲームしたの？確かに。いや、来るでしょ。いや、来るでしょ。でも、え、これ一人でやっても盛り上がる。みんなでやろうよ。これみんなでやろうよ。いや、逆にさ、言いたいことがある。これさ、連帯責任だよ。船長こんな目に合わせて。連帯責任だよ。それはみんなでやって、船長も一人でどっかでやる。店長さ、うん、あれにしよう。最初から脱いでてさ、店長が書かないと言うんだから。書かないと着れないか言う。確かに、逆いいじゃん。逆やりましょうか、一人だけ。着れないか、いいじゃん、もう最初からだ。え、どうする？それでさ、最初から着てないとこ出して船長だけバンされたらどうすんの？笑うだけですね。面白い。わかった。じゃあ、僕最初から脱ぎ、船長だけ脱いでる麻雀？じゃあそれはやろうね。あの、各視点でやろう。その時はみんなそれぞれ。バンされるかもしれないから。やりましょう。わかった。これ準備大変だからちょっと考えとくわ、準備。そうだね。そうですね。しばらく準備時間をいただいて。はい。ちょっと、これさ、もしかしてさ、あれ、マネージャー NG 出るかもしれないから確認しなきゃ。そうだよ。そもそも。本当にそうだよ。全裸はまずいよ。マリンさん、それはダメです。全裸にはしないよ。全裸にはしないんだ。一番薄くてマイクロビキニでどう？結果だ、それ耐えれるか、YouTube が。マイクロビキニがきついのでも。画面の端っこにさ、端っこにだけ。ビキニの方がいいんじゃない？ビキニ。谷間に反応するっぽいんで、私、おっぱいの間になんか挟んでいただければ、多分セーフだと思いますよ。そう思いません。多分あいつ谷間に弱いんですよ。あー。割れ目が NG なんですよ。割れ目挟んどきゃ大丈夫ですよ。まあじゃあちょっとそこはね、おいおい考えるとして、まあ船長の、はいはい、船長の曲げ曲げ。はい。